島根っ子みくちゃん、ヤマトタカだ、大崎一番太郎、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、ホスト飛ばそうか、最後に紹介しようね。ホスト飛ばして、秋田のニャジロ、大阪枚方みっけちゃん、巣鴨自動通り商店街巣鴨で、今日明日のホストですよ。ホストっていうか一番なんだろう、忙しい人、おしなりくんです。ね、おしなりくん、毎年毎年呼んでもらってありがとうございます。しかもなんだかいつの間にやらこんなちゃんとしたステージを用意していただけるようになって、もうかれこれ何年ですかね。ね、もう毎年ね、今年はね、なんかステージがここと、ここはもう毎年あるんですけど、あのスカイアリーナ、あのスカイツリーのあの下のね、4階にまたステージが増えたの、あれ移動したのかな、移動したのか、増えたのか、増えたんだね。なんかあそこでね、明日僕またお昼ぐらいかな、ライブやりますんで、みんな集まっていただきたいんですけど、あっちにはねグルメブースがあったりして、でね、なんかねお酒も飲めちゃったりするらしいんですよね。このちょっと良くないですか、見た感じ。あんまりあのちっちゃいお友達があんまりいない大人の方たちばっかりみたいなんで、あのちょっとまあ、ちょっとね、こうこんな陽気だと外でカカッと行きながらこう美味しいもん食ったりとかできるみたいですよ。でそんなことしながら明日僕のライブを見ていただけるみたいなんで、ぜひとも明日も集まっていただきたい。もう明日の、今日の始まったばっかりなのに明日の話してますけども、そうなんですよ。私石田洋介と言いますが、ご当地キャラクターの歌をたくさん作って歌っておりましたら、いろいろあのいろんなところから CD が、リリースされてまして、そのおかげでね、全国に、遊びに行けるように、遊びに行けるように、遊んでないお仕事に呼ばれるように、まあ、半ば遊んでるみたいなもんか、ね、なんかね、ご当地キャラのイベントにね呼ばれるんですけど、まあ、ちゃんとねあのやることやってるんですよ。あのステージやって歌歌ったりねやってるんですけど、なんかね仕事しに行ってるっていうかね、遊びに行ってる感じがものすごく強い。そう、来月じゃね、再来月か、もう秋田の宮城のとこにね遊びに行きますから。僕遊びに行くって言っちゃった、またね、今年も四時ロックやるもんね。そうそうそう、でなんだっけ、ミクちゃんのとこにもね今年もまたやるんですよ。11月に未来は元気フェスティバルって、大和高田奈良県のね、そう、奈良の方からいらしてるって方いるんですか。マジですか、拍手。じゃあ島根からいらしてるって方いるんですか。いなかったちなみにじゃああれ、大崎の、大崎からいらしてる方いるの。え、なんでなんでにゃじろ大崎から来てんの。あ、大崎のホテルに泊まってんだね、でしょ。にゃじろだってさ、あの秋田じゃん。秋田じゃなかったっけ、大崎になった。大崎のにゃじろですそうそう、もう、ね、こんな感じでね、あの日本中に僕お友達がいるんですけど、こうやってさ、あの東京で大きなイベントでご当地キャラたちと一緒にっていうステージ実はないよね、他にね、あまりなくない？こんな東京でっていうのなかなかないんですよ。だからね、あの東京の僕の知ってる人たち、お友達にも、ご当地地方のね僕のお友達を紹介できて、今日とても嬉しく思っております。ありがとうございます。で、でも地方、まあ、いろんなところでねイベントをやってますから、またみんなね、あの東京から、いろんな方に遊びに行ってもらいたいなと思っておりますが、じゃあキャラクターたちいっぱいいるからね、もう一曲しつこく僕の新しいアルバムモザイクの宣伝をしていいでしょうか。あ、ちなみに僕の今日のアルバムモザイク、僕のブースは特にないのでないのですが、なんとね渋谷のねクモックルと、あとねなぜか九州有明ガタウロのブースで僕の CD を取り扱っていただけることになりました。はい、のでもし CD 欲しいとか、なんかちょっとチラシもらいたいって方がいたら、そちらブースに行っていただくとよろしいかなと。あと直接僕を見かけたら声をかけてください。
酔っ払ってないうちに声をかけてください。よろしくお願いします。え、ミキちゃんにあげるよ。あげるあげるね、あげるから。じゃあモザイクの中からもう一曲聴いていただきたい。イベントのテーマソングとして作った曲ですけども、みんなで歌える曲です。パズルを聴いてください。君がいるから僕は笑える、そばにいて抱きしめ合おう、君がいなくちゃこの絵は描けない、そばにいてミスしよう。出っ張ったとことへこんだとこをぶつけ合ったり取り繕ったり、僕らはみんな鉛筆だな。求め合うほど傷つけ合う、君と出会うまでそう思ってた。欠けたとこどうしよう、求め合う君と、君がいるから僕は笑える、そばにいて抱きしめ合おう、君がいなくちゃこの絵は描けない、そばにいてピースしよう。ありがとう。イベントではキャラクターもそうだけど、お客さんもみんな主役なんだよ。足りないものは誰かのせい、僕は逃げてた狭い世界で、余計なものは自分のせい、僕はごまかしてた自信のなさ、君と出会って世界は変わった。出たとこどうしよう、求め合う君と、君がいるから僕は笑える、そばにいて抱きしめ合おう、君がいなくちゃこの絵は描けない、そばにいてしよう。一人が大切な二人おいで、一人花子ろ、一人みんなで歌ってみよう。一人が大切な一人、覚えて歌う。みんなね、歌ったままで。君の大切な僕がいる、僕の大切な君がいる、君の大切な僕がいる、僕の大切な君、女の人、これ君の大切な僕がいる、僕の大切な女の人、頑張って覚えて。男の人は一人一人が大切な一人、女の人は君の大切な僕がいる、僕の大切な君がいる、君の大切な僕がいる、僕の大切、ほら歌って。歌でパズルできちゃった。もうちょっと頑張って、素晴らしい。今すぐみんな CD デビューできる。最後に僕がピースを跳ねます。君がいるから僕は笑える、そばにいて抱きしめ合おう、君がいなくちゃこの
きしめ合おう。君がいなくちゃこの絵は描けない。そばにいておしまい。ピースしよう、みんなでピースしよう。ピース。ありがとう。最高じゃないですか。みんなで歌って参加したね。そう、もうイベントはね、もう一人一人が大切な一つのピースになって大きな絵を描いてるみたいなんですよ。そんな思いを込めてこんな曲作ってみました。モザイク有明ガタフローのブースかクモックルのブースでお求めください。よろしくお願いします。ちょっと端っこにもう一匹黄色いの来ちゃったんで呼んでいいですか。あのスパンキーです。完成。対戦ね、いいんだけどさ、ギター持ってきてって一言も頼んでないのにアンプまで持ってきて、しかももう弾く気満々で袖にいるのにアンプとか持ってきましたって PA のお兄さんに一言も言ってないってどういうことよ。すいませんでした本当にね。で、挙句にパパを働かしてるじゃない。パパ、犬山パパですよ。拍手してください。もうご当地キャラ、東京のご当地キャラ界で犬山パパにお尻を向けては絶対寝れないですから。出てるかな、音出てますね。出てますね。あ、B 面が何？スパンキーの B 面が石田さんってどういうこと？よく見せて。よく見せてください。それどころじゃないみたいな。